はい、おはようございます。ひげちゃんでございます。今日は4月の27日月曜日でございますね。朝ひげちゃんテレビに出てしまいましたよ、お父さん。もう見たらちょっとね、自分で見たらちょっと笑っちゃいましたね。なんかね、おっさん真面目になんか消毒しとるぜ言うて。まあよう作っていただいてましたからね、ちょこっと出てましたけど、まああれはね、先週の土曜日にね、ちょっと休憩中にちょっと軽く取材受けまして、でまあ消毒してるような映像をまあちょっと向こうの方にねちょっと送らせてもらって、編集してもろとったみたいな感じやったんですけど、もうなんかどうしても報道番組みたいな形で直前にねちょっとお知らせはちょっと控えてくださいって言われとったんで、もうのどくここまで言いたいとは思ってたんですけどね、やっぱりね、それがやっぱりもうちょっとそれは控えてくださいいうことやったんで、まあ出てからね皆さんにちょっと報告させてもらいました。まあ自分がねこう消毒をね、今はまだちょっとね火当たってるからこっち置いてないですけど、こうやってねこう消毒してるのを、まあ、YouTube でねその、テレビ局の方が、まあ、見てくれとったみたい で、まあ、それをちょっとね、お話ししてくださいいう感じで、Twitter かなんかでねちょっと来たんですけど、左に行きたいんですけど、もう一個左に行こう思ったらねずっとこうぐるん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 まくられるからね、なかなか今行けませんでしたね。まあね、トラックはこうやってね遅いもんなんでね、まあちょっとねやっぱ真面目な話であれば、僕は愛媛のねなんかこう校長が入学式にこう長距離ドライバーの子供をね、拒否したみたいな、あれがねやっぱり、3歳の娘おって、まあ今はね本当は幼稚園行ってるはずなんやけど、あ4歳やね、幼稚園行ってるはずなんやけど、まあ、行けなくてね延期になってまして、まあそれでね自分の子供がって思ったらやっぱりね、今はねあれはいかんって言えるけど、もしね運送業のところで大規模なクラスターがいっぱい発生したりとかしたらね、まあ、それも言えなくなってきちゃうんで、やっぱり長距離ドライバーは危ないんじゃないかっていう風になってしまうんでね、そういうのはやっぱり避けたいなーっていうので、まあ自分も少しばかりはねこうできることなんかなと思ったら、まあちょっとできるだけ意識的に除菌をするみたいなことかなと思ってやってたんですけど、まあ、ね、そういうのを見ていただいてたみたいで取り上げていただきましてね、本当、まあ、ドライバーにねこう寄り添ったね、番組構成にしてもらっとって、まあ感謝しますね。まあ他にもね、やっぱり配送ね直接家に配達する人はね、いろいろ前から出てましたけど、こうアルコールをかけられたりね、コロナを運ぶなみたいなねことを言われたりっていう、そういうのもちょっとね話出てましたけどね、まあ僕個人的にはもう本当いろんなで、そういう方も中にはやっぱりおられます。でも方やね、やっぱ僕とか YouTube とかやってたらやっぱりドライバーね、ではない方からも日々感謝してますっていうコメントとかもね、多くいただきますんで、まあ僕の中ではやっぱそういうのはもう本当一部そういう人もねやっぱり世の中におられるなっていうぐらいの感覚です。だからやっぱり他にね多く感謝していただけるコメントも僕はもらってるんで、そっちを励みにねやっぱ僕はできますよね。ちょっと真面目すぎたね。ちょっと真面目過ぎたね。そんなねテレビ出たからってね堅苦しいあれではないですよ。もう全然日頃はね
適当なあのガサツな人間ですし、まあそこだけね意識してやっているだけで、日頃はもう全然ガサツなトラックドライバーですからね。本当元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があればテレビにも出れる。元気があればトルコにも行ける。バカ野郎。トルコって言ってね、ピンとくる人はね、ほとんどいないと思います。今ね、ね、中東の あっちの方のトルコかなみたいなね。それでいいですよ。まあね、こんなふざけた人間でございますよ。まあね、なんかこう元気にね、なってもらえれば、特にね、こんなご時世やから、まあね、しょうもないことを言いながらね、クスッとしてもらえればええぐらいの YouTube 上げておりますわ、私もね。はい、今日はね、出発が0時ぐらいでした。遅かったわ。もう今ね、メイコートリトンぐらい走ってますけど、今時刻は2時前ですね。まあもうさすがにちょっとね、多分ゴールデンウィーク前のまあプチ繁忙期みたいなもんやと思うんですけどね、29からなんか多分ゴールデンウィーク、今年なんかね、もう休みいっぱい取る人は多いでしょうけどね、まあこういう暇な時やからね。いやー、なんやかんやすごかったな。もう結局だから積み地にどれぐらいおったん、6時間ぐらいおったんちゃいます。参った参った。まあこれもね、こういう僕らの仕事では繁忙期にはあるあるですよ。いつもええとは限りませんよ、もちろん。まあ今日はね、朝ね、グッドラックっていう番組にねちょっと出させてもらったんですけど、それをね8時から10時の番組やから、8時からこうね、今日はまあ一応見とったんですよ、いつ寝るんかなと思って。で、娘もなんか普通はねこう見たいやつとかね結構見よるんですけど、いや今日パパ寝るから言ってね、あ、そうなんやみたいな、ちょっと楽しみにはしとったんですけど、20分ぐらいしたらね、もうやっぱ飽きてきてね、他の見ていい、他の見ていいとか言い出すから、いやちょっと待って、ちょっと待って言ってね、もうチャンネル権争いをね、昭和みたいなチャンネル権争いをしましたね。せっかくやからね、メインの大きいテレビで見たいから言って、ほんならまあ45分ぐらいかなにちょっと始まって、で一緒に見とったら、娘がどう、パパ出てるやろって言うとったら、いや嫌やね、パパの仕事の姿見たくないわみたいなこと言うね。そ、なんちゅうことを言うねや思ったら、その後にね、パパはお家でいてる時の方が好きやから、お仕事の時はまあ見たくない、お家の姿が見たいって言いよるんですよ。お前はどこでそんな100点満点の答えを覚えてきたんや思ってね、もう思いっきりこう、うわもう兄ちゃん言うてチューしたろ思って行ったらね、ギヤー言うて逃げられましたけどね。チューは嫌みたいっす。思いっきり今逃げられますからね。そういや今日積み込み中に隙見て、天山放送哲夫さんの動画にヒゲちゃんかっていうタイトルあったから、朝ね LINE でちょっとやり取りしとったんでね、そのこと話してくれんねや思ったらね、もう相変わらず見事に楽しく触ってくれますね、あの人は。ほんまもうヒゲちゃんが遠くに行ってしまったようだみたいなこと言ってましたよね。ほんま絶対ちょっと遊んどるやんけみたいな言い方しとったけどね。まあね、あの番組ではね、なんか最初はトラック YouTuber ヒゲちゃんみたいな感じで紹介してくれる予定だったんですけど、まあネタがネタだけにね、まあいろんな方も出てたんで、オンエア上ね、それがちょっと使えなくなりましたってこう直前に言われて、ああまあそれはいいですよっていう形で、大型トラックドライバーヒゲちゃんって出てたんですよ。なんのこっちゃようわからんと思うんですけどね、多分見てる人ね、なんやこいつはニックネームなんかみたいな、ただのただのトラックドライバーヒゲちゃんってなんかようわからん
名前つけとんなみたいな感じで思われたんか知らんすけどね、あの全くもってチャンネル登録に影響が出てないというね多分こいつが YouTuber だということに多分見てる方はねあんま気づかんと思いますよというわけでね、あのもうまあ遠くに行くとかね言ってましたけど、ほんまにねそんなことはないですよ。まあ明日はですね、座銀でね、座銀の方で、通勤海底のチャンネルとね、シースを食う予定になってますけどね、もうめっきり業界に染まってやろうかまあ調子に乗ってる場合じゃないんですけど、ほんま鉄夫さんだけはほんまあれ絶対もしほんままあね言うたらあかんってずっと言われとったからなんですけど、まあ、直前にねこそっと LINE とかで連絡しとっても多分ねと LINE でねヒゲちゃんがねテレビに出るとかって言ってね電話してきて、あの LINE してきてねめっちゃ自慢してくるんですよねみたいな、やっぱあいつ悪党ですよねとかって絶対言うとったと思うねんけどな、どっちにとっても結局俺を悪党にしようとしてんちゃうかほんまもうそんなん言うとったらほんまあのさんはだんだん腹立ってきたなほんま。映画が腹立ってきたぞ。てめえこの野郎、てつはこの野郎、いつもいつも人を悪党呼ばれしやがってこの野郎、俺のこと褒めるときはスーパーチャット入れたときだけじゃねえかこの野郎、だけじゃねえぞこの野郎、てめえの後ろ盾にはよ A サロンがいるかなんか知らねえけどよ、うちにはよ歌舞伎さんもいるしよ、健吾さんもいるしよ、若手だったらよ、小原も秋年もいるんだよ、ふざけんじゃねえぞこの野郎、てめえなんかよ俺のヒッパータックでよ粉砕してやるってよ、ふざけんじゃねえぞこの野郎、こうなったらよ鉄道軍団と平成維新軍の全面戦争だってよ、やってやるってよ、てめえら首洗って待っとけよこの野郎。はい、OK です。はい、ありがとうございます。うわぁ、どうしよう。哲夫さん、絶対腰中四郎のネタとか絶対分からへんよなぁ。めっちゃ怒ったらどうしよう、これ見て。あ、もう、あれやね、その時は、僕と哲夫さんの両方のライブに来てくれてる、重心サイダーさんに、ね、間入ってもらいましょう。あの人は絶対プロレス詳しいからこのネタの意味が分かるはずやから、もし怒っとったらあの重心サイダーさん、あの間入って哲夫さんなだめといてくださいね。哲夫さん、これからもよろしくお願いしますです。5時20分、すっかり夜が明けました。見えますかな、このユイのパーキングの横ですね。ここがちょうどあの海に面してるとこなんですよね、透明で。まあいろんな人の動画でね綺麗からよう出てくるんですけどね、僕の動画ではかなり久しぶりじゃないですかね、この明るくなって走ることは。夏場になってきたら結構多くなりそうだな、またね。いや綺麗やけど、あんまり見たら嫌な光景やねんな。見るってことは遅いってことやからなまああとちょっとや、あと半分。この辺は由比港の漁港になってるんですね。あ、こういうとこなんかお魚とか美味しいの食べれるとかあんやろな。トラックとかで来れるんかな、ここ。なんかの時に来たいですね、こういうところ。あ、なんか止めれるか、ここ。無理かな。あ、止めたるな、トラックとか。あそこを止めたらなんか食べれるんかな。
土曜日早く出たりとかしたらここちょっと寄ってみたいね。